これは実はすごい広いマシン、まあ、使い方がすごく多いんですから、よく言われてもね、これは何ですか、あ、パフォーマンスサンプルは何もわからないんですけど、わからないけど自分がタスク上げれるマシン。なるほどね。だから完全にこれ1台で DJ もできちゃうし、そうですね、ドラム叩いても OK だし、シンセサイザー的なことはできない。LFO が一応入ってます。あー、わー、でサンプルをこれもまためちゃくちゃにいって、まあ一つそれと、あと、このサンプルスライス機能、今コンピューターダウ環境でよりも使われてます。グリッチ的なものをリアルタイムで、例えばポイントをこちらに値にしてもらって、キーキーが出てるんですけど、非常に簡単に、まあ、スタートポイントと、あとその回数を設定しただけです。 C、L、B に浅くした、もちろんあのライブの時はこれ音出てしまうと真面目に Q アウトの音も出てます。本当だ、すげえ。これはあの通常 DJ の時とか、そうですね、で Q アウトしていただいて、でバランスをこのミキサーモードであの細かい設定ができます。音量をそうと、このまんま、あ、やってみる。リバースとかも本当に簡単にサンプルを作ります。これがスムーズなのが面白いんだよな、この中間があるんだもん。普通にこれって0か1かみたいな感じじゃないですか、これは面白いよな。